定を聴取いたします。萩生田文部科学大臣。萩生田文部大臣。この度政府から提出いたしました著作権法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要をご説明申し上げます。この法律案は著作物等の公正な利用を図るとともに、著作権等の適切な保護に資するため、図書館等が著作物等の公衆送信等を行うことができるようにするための規定を整備するとともに、放送同時配信等における著作物等の利用を放送等における利用と同様に円滑化するための措置を講ずるものであります。次にこの法律案の内容の概要についてご説明申し上げます。第一に、図書館関係の権利制限規定の見直しを行います。図書館関係の権利制限規定については、従来からデジタル化、ネットワーク化に対応できていない部分があるとの課題が指摘されてきたところ、今般の新型コロナウイルス感染症の流行に伴う図書館の休館等によって、インターネットを通じた図書館資料へのアクセスにかかるニーズが顕在化いたしました。こうした状況を踏まえ、権利者利益保護の観点に十分留意しつつ、デジタルネットワーク技術を活用した国民の情報アクセスを充実させていくことが重要であります。このため、まず国立国会図書館が絶版等で一般に入手困難な資料のデータを図書館等だけではなく、事前登録した利用者に対して直接インターネット送信できるようにします。これによって利用者は各家庭等にいながらにして、国立国会図書館のウェブサイト上で多様な資料を閲覧することができるようになります。また、図書館等において利用者の調査研究の用に供するため、現行の紙媒体での複写サービスに加え、権利者保護のための厳格な要件の下で、著作物の一部分をメールなどで送信することができるようにします。その際、図書館等の設置者が権利者に保証金を支払うよう求めることとします。第2に、放送番組のインターネット同時配信等に係る権利処理の円滑化のための措置を講じます。放送番組のインターネット同時配信等は、視聴者の利便性向上やコンテンツ産業の振興等の観点から非常に重要な取り組みであります。他方、放送番組には多様かつ大量の著作物等が利用されているため、同時配信等を推進するにあたっては、これまで以上に迅速かつ円滑な権利処理を可能とする必要があります。このため、放送事業者の有する権利処理にかかるさまざまな課題に総合的に対応し、著作権制度に起因して、映像の差し替えなどが生じる二かぶせを解消することを目指して、同時配信等について、放送と同様の円滑な権利処理を実現いたします。具体的な措置としては、まず学校教育番組の放送や、国会等での演説の利用など、放送では許諾なく著作物等を利用できることとを定める、権利制限規定について、同時配信等にも適用できるように拡充します。また、放送事業者と権利者が放送番組での著作物等の利用を認める契約を行う際、権利者が別段の意思表示をしていなければ、放送に加え、同時配信等での利用も許諾したものと推定する、許諾推定規定を創設することで、放送と同時配信等の権利処理をワンストップ化します。また、集中管理等が行われておらず、円滑に許諾を得ることが困難なレコードや実演について、同時配信等にあたっての事前の許諾を不要としつつ、事後的に放送事業者が権利者に保証金を支払うことを求めることとします。さらに放送にあたって、放送事業者と権利者との協議が整わない場合における、文化庁長官の裁定制度を同時配信等でも活用することができるようにします。このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。何卒十分ご審議の上、速やかにご可決くださいますようにお願いいたします。これにて趣旨の説明は終わりました。次回は来たる14日金曜日午前8時50分理事会、午前9時委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。